ったフルーツを入れればいいですか。はい、凍ったまんまのものを少し常温で解凍していただいてから、はい、はい、になります。で、ここでゆっくり、言いたいことができないので申し訳ないんですけども、あの僕実はフルーツ大嫌いなんです。大嫌いなんですけど、僕でもあの食べるくらいちょっと多分酸っぱみがちょっと抑えられてると思います。はい、ここで終わっては実はもったいなくてですね、このちょっとここを開けていただいてですね、これ取れた状態です。よいしょ、ここにちょっと残ってますのこの子たち、こうですね、これがハーフ。ここちょっと取らないともったいないですね、はい、このハーフでぐるぐる回転してフルーツを切っているというところになります。ここ結構な量ありますので、しっかりこれで一人取れるんじゃないかって、はい、あ、すみません、あとで洗っていきます。こういう感じで、ごめんなさい。その中は凍ったバナナと凍ったイチゴですか。はい、今はイチゴとバナナが混ざった状態ですね。イチゴも凍らして。はい、そうです。すべて、はい、ここに入れていただくものは、まあ、凍らしていただくと。他には砂糖だったり水だったりとかは入れてない。何もいらないです。はい。卵も牛乳もいらないのでカロリーが非常に低いですね、はい、フルーツそのものなんですね。もうそのままでフルーツだけで作ってますんで、多分やっぱり細かいんですよね。入れるときはその先っぽのここから、はい、ここから入れる。でその穴に入るものじゃないとダメってことですね、はい、そうですね。それを砕いてちっちゃくしていただいて放り込むと、ここにね、ちっちゃくしてもいいんだ。はい、あの細かくここに入る形状でしたら、例えばですけど小松菜とかほうれん草とか凍らして、はい、実際あのなるセロリであったりとか、ね、ブロッコリーとかほうれん草なんかも結構これしっかり乗せてます。なるほどね、